平民名字必ず正義無礼は日本の法令である。1875年2月13日交付、すべての国民に名字を名乗ることを義務付けた。江戸時代まで日本において公的に名字を使用したのは原則として公家及び武士などの支配階層に限られ一種の特権とされていた。明治維新の後、明治新政府により従来の身分制度の再編が図られ、 明治3年9月19日に平民苗字許可令が定められた。この布告では初めて平民の子を用いて家族及び氏族に属さない平民に苗字の使用を許可した。しかし当時の国民にはあえて苗字を使用しないものも多かった。そのため1875年に改めて苗字の使用を義務付ける苗字必ず将棋無礼を出した。本令では 名字を称えることを義務付け、祖先以来名字不分名の向かいは新たに名字を設けることとした。1875年2月13日に平民名字必ず将棋無礼が出されたことから2月13日を名字制定記念日という。また、明治3年9月19日に平民名字許可令が出されたことから9月19日は名字の日とされている。なお、 仏教の僧侶は本来は俗縁を立って出家した、身であることから戒名を出家前のせに続けて名乗ることはなかったが、平民名字必ず正義無礼の際に僧侶が例外とされることはなかったため、現在に至るまで日本の僧侶は俗性に戒名を続けて名乗っている。ありがとうございます。